実際ゴルフクラブっていうのはダウンスイングでこうクラブが倒れてくることによって、これで初めてクラブはボールの方向にエネルギーが出るようになっていきます。今のだから肩甲骨のポジションで言ったら、もうこれ外れてるんですよ。力の入れてもらっていいですか。ここでしょ。でもうこの時点でもちょっとでも言った時点でこれでも外れてるんですよ。これでもこの動きやりづらくなるんですよ。要するにこう外れてパッる。シブ登録やりづらくなるんですよ。上げてもらっていいですか。あげる。バックスイングしてもらっていいですか。もう力みがあるでしょ。肩力抜いて、トップ投げて。こういう、今力抜けた。こういう感じだと、スッとこう入ってくるんだけど、ここでもクラブ持ち上げる動作があって、肩甲骨抜けちゃうから、もう降りて肩こ甲ないん骨ですがよ。抜けちゃう。抜けちゃうから降りてこないんですよ。だからもう自分で、またどっかではめ込まなきゃいけないですね。抜けちゃうっていう、なんか。だからバックスイングは左手でいきましょうっていうのは、そういうところにも理由があるわけですよ。これで例えば肩がこう、もっと抜いてもらっていいですか。これ以上下がらないじゃないですか。下がらない。でここからバックスイングしてスティープに打つこと難しいんですよ。でも肩甲骨落ちてるから手が勝手に降りてくる。ここはちょっとでもここでこう力みがクッと入ると、もうちょっとこういうと多いから、ここからこれ無理なんですよ。こっち行きたくなっちゃうんですよ。それじゃあどこの時点で、アドレスの時点アでドすレね。スの時点で、まあいわゆる肩を下げるみそたいなこう、とをあやっとポジてションるちゃと。んとこう作っといて、この肩ちょっと外れてますけど、ここにないといけないんですよね。ここ。これでバックスイングして、これ肩全然力まないんで、こおお。とも勝手にこうシャローにこう入ってきますよね。で、これがちょっとでも最初にここにあると、ここにバッあクスイる。ングでほら、もう詰まるでしょ、ここが。詰まると、こう来たくなるんですよ。もっと下。で、手はもうちょっと前ですね。ここにあれば。全然右肩上がらなくなるんですよ。さっきと全然画像見れば分かります。さっきはもうこう。今はこう下。これちょっと自分でやりにくいな 自分で差が これまあまあのところなんで、まあまあ、これもまあまあ。まあまあのネタのところなんで、ここですおお。ね。こう。で、これバックスイングしてください。これ全然右肩浮かないんですよ、これ。そのままダウンスイング入ってきたら、勝手にこう、もう今、もう後ろから見てる画像見たらビビりますよ。超低いとこ来るんですよ。来ますね。で、普通に来ますね。普通に行きますよね。もう一回構えてもらっていいですか。じゃあ、もともとの小林さんの位置でバックスイングして、ダウンスイングして、今もうすごい高いとこ来てるんですよ、今。なんかやってることは同じに今本人でじもダゃあウンスイングのプレーも全く違いますから。違います。そういうこと。さっきのはもう完全にトルクがもう発生している。ダンシング。ここ入れやすいですよ、そうですね。こう。これ上げたときにアマチュアの人たちはバックスイングしてもらっていいですか。みんなこう外れるんですね。こう外れる人が多いんですよ。上に外れちゃうんですか。上に外れちゃう。これ行きにくい、ここ。本来ここにあればいいですね。肩もこう入るし、入りますね。開かないです。あ、開きますもんね、回りますよね。だからバックスイング肩回らない人っていうのは、ほとんどがこう抜けてるんですこうよ。なっちゃう。こうなると、やっぱりこれ本来はダウンスイングはここになきゃいけないポジションなんで、こっから一回戻さなきゃいけないっていう無駄な動きが入るんですよ。じゃあ、もうトルクなんか入れ最ちゃ初う。から抜いとけ。だからもうこう動かしたいのに、こう外れるから。でもこういうとこでなんかこういう。これ大丈夫ですか？それからダウンスイング入る。もうそれ普通ですね。そこから思いっきりもうリリースする。それでさっき一歩させて、それで普通のスイングですね。だかなりこう、ここら辺のこうコンディショニングというか、大事ですすね、ごポくジシこョう、すごくポジション大事で、もういいとこにあっても、こう一旦こうパカッてこう外れた瞬間にもうフライングエルボーになったりとか、でこうやってプロでもいますよ、こうやって。外れてダウンスイング、モンってもう一回戻す。超特殊な人。それだったら最初からこうつながってた方が、こうずっとつながってた方が、やっぱりいいプレーにはなりやすい。そのポジションがすごく大事ですね、アドレスのポジションが。ここは結構肝です。ということで。肝がいっぱいあって。